ヴィラ・ジュリア国立博物館は、ローマにあるエトルリア美術を収蔵展示する博物館である。ローマ市内、広大なボルゲーゼ公園の北西に位置する。現在、美術館として使用されている建物は、ルネサンス末期の教皇ユリウス3世の別荘として建てられたものである。ユリウス3世は1550年の即位直後、建築家ヴィニョーラに命じて、中庭と長大な回廊を持つ、この建物を設計させた。建物が公有化され、美術館として公開されたのは1889年のことである。イタリア語の館名に照らすことあるように、当館はエトルリア美術を専門に収蔵展示しており、同じローマ市内にあるローマ国立博物館とは分野が分かれている。エトルリア文化は、ローマの征服以前のイタリア半島に栄えたギリシャの影響の強い文化で、紀元前7世紀、紀元前6世紀頃が最盛期であった。当館は約7万点の収蔵品を誇り、エトルリア美術のコレクションとしては世界最大のものである。夫婦の当館エトルリア美術の代表的なものとしては、タルクイニアなどに残る母室装飾壁画、テラコッタ製の彫像、青銅製の彫像や工芸品、純金を用いた彫金工芸などが挙げられる。また、エトルリア人はギリシャ陶器を愛好し、エトルリアの母室からはギリシャ陶器など多くの外国製品が出土している。当館の収蔵品に多くのギリシャ陶器が含まれるのはそのためである。当館の代表的収蔵品の一つであるチェルベテリ室戸の夫婦の当館は、この作品のためだけに、特に一室が与えられている。寝台の上に上半身を起こして横たわる、夫婦像を表したもので、棺と呼ばれているが、実際に、棺として使用されたものかどうかについては、確証がない。エトルリア美術の特色の一つに、西洋彫刻の主たる材料である大理石ではなく、テラコッタ製の彫像が多いことが挙げられる。当館所蔵のテラコッタ彫像としては、等身大の堂々たる男性像である、ベイーのアポロンが著名である。ありがとうございます。